日本では信仰の自由や考え方は自由ですけど、あなたを苦しめる考え方は絶対間違ってると思いますよ。先日は素晴らしい講演会、お見事でした。あ、来ていただいたんですね。上から目線失礼いたしました。ん、背が高い人なのかしら。お疲れ様でした。すごく面白い3時間を過ごさせていただきました。私は3月に仕事をクビになり、同業種で新しい転職先に4月入社しました。経験の浅い同僚から指示されたり、お給料の面でもレベルダウンしていて、ここでやっていく意味を見出せなくなり、2ヶ月弱で今休職させてもらい、退職したい旨を伝えました。この選択は自分に甘えているでしょうか。多分ね、同業種でって書いてありますよね。で、私の経験ではですね、多分前の仕事を辞められた時にですね、まあ会社とかなんかいろんなことに何らかの文句があり、環境さえ変えればね、バリバリやれるのよ。で、同業種に入っちゃったんじゃないですかね。あなたこんな人って知りませんかね。すごく性格は良かったんですけどね、ちゃんとしたことができない子がね、銀行員になったらちゃんとしたことができるんじゃないかっていう話、講演会で聞きませんでしたか。そしてですね、あの人っていうのは実は銀行員という仕事には全く向いてなかったんでしたよね。だから一生懸命頑張ってやったんだけど、学ばなきゃいけないのは、あ、俺この仕事向いてねえわって思うことでしたよね。なんかあなたも私と同じように、もし多分あなたが向いてたらですね、もし会社変えたとしたら、そこでは経験の浅い同僚から指示されたりとか、そういうことなく、現役ドラフトでいい選手取ってきたな、みたいな形が起こったんじゃないかな。だからどっかで言うと、本当に私はこの仕事に自分に甘えてるかどうかよりも、その仕事向いてるかな、というところをちょっと見てみたらどう？男女関係や対人関係じゃなくてね、キャリアや仕事でも許しってあるから、なんかあなたは前の仕事で今度はバリバリやって前の会社見返してやろうとか、なんかそういうのがあると、まあ順次が昔銀行で下手を打ったのと同じ罠にはまりますから、それはチェックしていただいた方がいいかなと思いますね。自己肯定感の高め方や自分の愛し方、動画を複数拝見しました。ユンユンさんという方からのご質問ですね。心の分野ではできないことはないというのも平先生の動画で知りました。しかし変えられない容姿や年齢についてのコンプレックスはどうすればなくなりますか。あなたは多分ですね、コンプレックスをなくすのに業態を変えるということでって思ってるんだけど、我々っていうのはですね、自分の容姿や年齢に関して責めている自分を変えることができたらいいんじゃないのっていうのは我々の提案なんですね。でもあなたはですね、すごく自分というものに関してはもうすごくコンプレックスであるという信念、もはや信仰のようなものがあるんでしょうね。夫が10歳年下のイケメンで、ほうほうほう、私はいつも自分の容姿や年齢が気になって自信がないのです。では逆に聞こう。10歳年下のイケメンが、あなたを、うわー、なんかイケてない容姿してるわ、好きだわって、思ったのかな。で、それは多分あなたはですね、ご主人が見てるあなたの魅力をもう毛先切りにして否定してるんじゃないですかね。そっちの方がリスキーだと思いますけど。ねえねえ、あなた私のどこが好きとか、多分ね、夫でしょ。だから彼は10歳年上のあなたに恋をしたんですよ。で、それの魅力よりもあなたは、いやいや、あのバカの目が腐ってんのよ。もう目薬さしゃいいのよ。こんなおばちゃんのって言ってるんだけど、どう考えようがね、日本では信仰の自由や考え方は自由ですけど、あなたを苦しめる考え方は絶対間違ってると思いますよ。それはあなたを幸せにしないから。そしてそれはご主人を否定することになってるわけですからね。あなたができることは本当にご主人の言うことを信頼することかな。
だからご主人の言葉それが神だみたいなぐらいのモードでいいと思いますよね。もう本当にもう羨ましい限りじゃないですか。10歳年下のイケメンと付き合ってね、本当に。こんにちは、今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるってもう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは、今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼に何て言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。